木村拓哉、主演ドラマ、ヒーロー、が、新シリーズとして、13年ぶりに復活することになりました。7月14日の放送前に、記者発表会が、東京、お台場で、行われました。主演の、木村拓哉をはじめ、新ヒロインに抜擢された、北川景子を含め、キャストとして東京地検城西支部の、スタッフも集結しました。北川景子は、冒頭の挨拶で、木村拓哉さんの相手役で、今世界で、一番幸せな、人間なのではないかな、と思っています。と溢れんばかりの、喜びを語ってます。13年前の放送当時は、見てましたか？と、MC を務めた、笠井慎介アナから、質問が飛ぶと、中学3年生で、まだデビュー前で、兵庫県で家族と、一緒に見てました、と。照れ笑いを浮かべてました。